平野のしと永瀬角、来年2月、エランドール賞で再開の可能性。金プリ分別からの注目イベント。金プリ分別からの注目イベント。2022年11月4日、平野のし神宮寺ゆ太た、岸ゆ太の3人の脱退により、キングプリンス、金プリは大きな変革を迎えました。 一方で、残ったメンバーである高橋山と長瀬角は、新たな二人体制でグループを継続しました。金プリとナンバーアイとしての新たな一歩を踏み出した中、注目すべきイベントが2024年2月に迫っています。それは、平野耀と長瀬角が、エランドール賞で再開する可能性が浮上していることです。本文、金プリの分裂と新たな展開。 2022年の冬、高橋山と有村架純の熱愛報道が女性セブンに掲載され注目を浴びました。一部のファンは好意的に受け止めたものの、高橋が有村と同じマンションに引っ越したことが不満を招いたようです。この出来事は、 金プリの動向が注目される中で起こり、2022年11月4日に平野市要、神宮寺勇太、岸優太の脱退が発表されました。その後、2023年5月22日には3人がジャニーズ事務所を退所し、岸優太も9月30日に退所しました。新たな舞台での再会の可能性。この分裂後、 キンプリとナンバーアイのメンバーは共演しておらず、それぞれが新たな道を歩んでいます。しかし、驚きの情報が舞い込んできました。2024年2月、平野耀と長瀬角がエランドール賞の新人賞候補になっており、受賞式で再開する可能性が浮上しているとのことです。 これは、日本国内で上映された映画や放送されたドラマに出演した俳優が表彰される賞で、平野と長瀬の名前が挙がったことで注目が集まっています。エランドール賞は優れた俳優かつ将来が期待できる人に贈られる賞であり、過去には多くの実力派俳優たちが輝かしいキャリアの一歩を踏み出しています。 平野さんは TBS 系ドラマクロサギでの主演や、長瀬さんは TBS 系の日曜劇場ラストマン全盲の捜査官や主演映画法廷遊戯など複数の作品でノミネートされています。これにより2月上旬に行われる選考結果発表に向けてファンたちは期待を寄せています。期待の再開と注目の受賞式。 もし平野潮と長瀬角がエランドール賞で共に受賞することが実現すれば、それは金プリ分裂後の初めての再会となります。二人とも俳優としての実力が高く、彼らが同じ舞台で顔を合わせることは多くのファンにとって待ち望まれている瞬間でしょう。エランドール賞はその年に放送された作品の中から選ばれる。 ためこれまでの実績や演技力が高く評価されたことが受賞につながります。平野と長瀬がノミネートされた作品は多岐にわたり、その幅広い演技力が評価された結果と言えるでしょう。選考結果が発表されるまで、ファンたちは緊張と期待の中で結果を待ち望むことでしょう。キンプリメンバーの新たな舞台での可能性。 平野の仕様と長瀬角がエランドール賞で再会する可能性が浮上してから、ファンたちは期待と興奮の中にいます。金プリ分裂後、各メンバーが新たな道を歩み、俳優としてのキャリアを重ねています。この再会が実現すれば、彼らのこれまでの努力と成果が形となり、新たな舞台での成功を祝福することになるでしょう。 エランドール賞の舞台で、平野潮と長瀬角が再び共演し、同じ舞台に立つことができるかどうかは未定ですが、それが実現すれば、キンプリメンバーとしての新たな一歩となることでしょう。ファンたちは、受賞式の行方を注視しつつ、彼らの活躍と再会を心待ちにしていることでしょう。